厚生取引委員会は動画配信会社のカバーに対し下請け法違反があったとして再発防止を勧告しましたカバーは遅くともおととし4月から去年12月にかけて VTuber 動画に使う 3D モデルなどの作成を委託している23の下請け事業者に無償のやり直しをさせていたということですやり直しは合わせて243回に上ります 下請け事業者のうち8割がフリーランスのクリエイターでしたまたやり直しが終わるまで代金が支払われなかった上経理処理を忘れて最大1年7ヶ月支払われなかったケースもあったということです公正取引委員会はカバーに対し代金の支払いを求めています